5月31日月曜日の午後8時から、えー、YouTube で清潔視覚のライブセミナーを行います。今回のテーマは頭痛です。えー、頭痛っていろんな種類があるように思いますけど、清潔視学では交感神経の頭痛と副交感神経の頭痛と、まあ、それ以外にもちょこちょこっとこう頭痛の種類があるので、意外とすっきりと、えー、頭痛の治療を解説しております。えー、これからあいろんな頭痛が出てきます。コロナの頭痛もあります。えー、対処方法を学んで皆さんも。 治療に役立つでください。お待ちしております。